クレミオエスポルチーボノボリゾンチーノは、ブラジルサンパウロ州、ノボオリゾンテを本拠地としていた、サッカークラブ。1988年ホームユニフォーム1999年、ホームユニフォーム1973年3月11日に、ピマ FC として創設。ピマは、加工場の名前である。カタンドゥバの町で創設され、リーガカタンドゥベンセに、参加。 1974年と1975年には優勝した。1976年にプロカシ、グレミオエ・スポルチーボ・ノボリゾンチーノに改名。カンピオナート・パウリスタ・セリエ A3 に参加した。1990年には SE ・パルメーラス、グアラニ・ FC、アソシアソン、ポルトゥゲーザチ・デ・スポルトスといったクラブを倒して、カンピオナート・パウリスタの決勝に進出。 C.A. ブラガンチーノと対戦したが敗れた。1994年にカンピオナートブラジレイロ、セリエ C で唯一となったタイトルを獲得した。同年、政治時計によって買収された。しかし1996年に財政難からカンピオナートブラジレイロセリエ B への不参加を決定。1998年4月26日に行われた EC パラグアクエンセ戦が、 最後のプロの試合となり、1999年に、夫妻によって倒産した。クラブカラーは、ピマと同じ黄色と黒色。相性はオレニーグロであった。マスコットはトラで、ティグレドゥベールと呼ばれていた。トラである理由は、トラが黄色と黒色であることからであった。ありがとうございます。